全国高校ラグビーの1回戦、城東対新潟工業の一戦、前半30分スタートしました。かなり深く蹴ってきました城東高校です。えんじと黒のジャージが新潟工業、伝統校、花園常連校です。左にエリアを取って左から右に攻めていきます。まず深いところで新潟工業がボールをキープしています。まずこの立ち上がりですよね、はい、まあ、タッチ出てないですね。これは出てませんね、はい、はい、ハーフェイラインを越えたところです。新潟工業陣内に入ってきている城東、その自慢のバックスを使っていく。タックル決まりました。新潟工業14番2年生井村、そしてこれはジャンプを見つけていく、はい、7番3年生の林、去年からレギュラー花園を経験しています。ここでノックオンがありました。上等にノックオンです。ボールを前に落としてはいけません。新潟工業ボールのスクラムになります。さあまず接点の部分、そしてここからはファーストスクラムになるわけですけれどもね。両チームのフォワードの体重差ご覧のようになっています。まあ、新潟工業の方が1キロほど弱ほど上回っているんですけれども、ほぼ変わらないという感じでしょうかね。そうですね、ほぼ変わらないですね、はい、ただ伝統的にそのフォワードの強さを売りにしているというのは新潟工業です。エンジと黒のジャージ、そしてキックを使いました。まあ、昨日と違って今日は風がないですからね、はい、昨日はかなりこの花園風が吹いていましたけれども、今日は非常に穏やかなコンディションになっています。ここはまず陣地の取り合いですよね、はい、そうですね。前半の2分経過しています。新潟工業がキックを使ってここはタッチに出ました。エリアを獲得、前に進めてきたのは新潟工業です。ナイスタッチですね、はい。まあ、戦い方、風があまりないという中で、まずやっぱりその敵陣に深く入るということを考えているわけですよね、はい、やっぱりセオリー通りでいくと敵陣で試合をしたいんですよね、はい、ラインアウトの主力選手の比較です。新潟工業、城東とも180センチを超える選手揃えていますが、新潟工業ロックの山が191センチ、城東のラインアウトボールをキープしました。山田君は去年100キロ近くあったみたいですね。ちょっと重たすぎたということで、今年はかなり絞って、はい、来たと聞いてます。191センチ90キロという、はい、山田隼人、新潟工業です。あ、ナイスキャッチですね。今そうですね、ナンバー8が稲村ですね、2年生の稲村、キーマンでありトライゲッター、新潟工業1年生からレギュラーで花園を経験しています。ここはボールを奪いました。上等ターンオーバー、そしてキック、敵陣深くへボールを送り込んできました。前に出します。逆に蹴り返してタッチにはこれは出ていません。ここからいわゆるアンストラクチャーという整備されてない状況、はい、攻撃が始まっているんですが、これはいいですね。上等が攻めています。22メーターラインを超えています。12番3年生の山上はキーマン、そしてここは4番です、2年生の篠田、国体徳島代表。そうですね、このテンポがいいですね。展開ラグビー、はい、ここで上等が売り、そのバックスを強さを見せています。10番ステップを刻んでキャプテン並木、そしてナンバー8の2年生橋本青空、先制のトライは上等高校。ナイストライですね、うまくつなぎましたね、はい、最後のパス外を使わなくかなと思ったんですけど、あのスタンドオフの三木君がうまく前を見て、はい、ステップ右左に切りましたよね、ここでこうサポート入ってるんです。ここからですよね。ここからそうですね、はい、で最後にラストパスをサポートに入ってました。ナンバー8橋本に預けてトライ、はい、見事なトライを決めました。徳島代表の城東高校が先制点。そしてプレースキッカーはこちらスクラムハーフの高校ジャパン候補遠藤です。左利きレフティです。トライで5点、そしてこのコンバージョンゴール決まりますと2点が追加されます。
かりと決めてきました。ワントライワンゴール、城東高校が先制、7対0としています。城東としては本当にいいスタートを切ることができましたね。立ち上がり良かったですね、この遠藤君 の、 あのキックオフも長いキック蹴ってね、はい、敵陣入って、このキックからなんかこう今日の城東はなんか良さそうだなって感じしましたね。なるほど。さあ新潟工業のキックで試合再開、22m ライン超えて深く蹴ってきた。そしてラインブレイクを図っていく伊藤じゃないですかね、6番、はい、こちらは3年生伊藤優太、キーマンでトライゲッター。フランカーながらステップが得意なので面白い走り見せてくれると伊達監督は楽しみに期待していました。ここは新潟工業ボールをキープして、ただあこれ奪いましたね、はい、城東がボールを奪いました。前半の6分経過、城東が主導権を握っています。徳島代表今度は狭いサイドへ、5番は3年生の阿部、タッチに出ましたでしょうか。タッチですね、ここを、ね、本当に、ね、入ってきてほしいですよね、はいはい、そしたらもう継続できるのでね、まだ新潟よくディフェンスしました、ね、そうですね。新潟工業が前半の立ち上がりは守りに回っているという状況です。ただここはマイボールのラインアウト、そしてラインアウトからのモール、このモールがどれくらい通用するかなという話は新潟工業の樋口監督はしていました。自陣深いところからモールで地域を挽回していきます。 22m ラインです、新潟工業陣内です。そしてキックを使った、ここは城東の選手に当たってタッチライン出ました、はい、キックとしては、ね、はい、本当に中途半端になったんですけど、バウンドが良かったので、はい、相手のこう処理ミスを誘いましたよね。これでまた新潟ボールのラインアウトになりますので、そうですね、まあ、スクラム、そしてこのラインアウト、セットプレー、しっかりとプレッシャーをかけてキープできるかと新潟工業樋口監督話をしています。さあここは新潟工業がボールをキープしました。ただ自陣です、 10m ラインと 22m ラインの間、どうでしょうこの立ち上がりの、ここはね、ハーフのボックスキック、ね、ああなるほど、はい、セルキック、ハイパントを使ってきましたが、ここは城東がキャッチして、そしてなんとか前進を図っていきます。ハイタックル、危険なタックル、はい、新潟工業にありました。城東のペナルティーキックとなります。すいません、顔打ってます。少し傷んでいるのは城東の選手、まあ、ここまでは城東がいい部分を見せてますよね。はい、そうですね、あとはね、新潟工業のスクラムハーフもね、はい、豊崎君も左利きなんですよね、はい、なるほど。今2回ほど、はい、まあ、ボックスキックとさっきのタッチキックと蹴ったんですけど、はい、お互い左利きっていうことでね、実は私も左利きだった。あ、そうですよね、はい、親近感あります、ね、親近感なかなか左利き珍しいですよね。そうですよね、まあ、スクラムハーフ、両チームのスクラムハーフが左利きということで、キックも今日は見どころの一つ。さあペナルティーキック、タッチへ蹴り出して陣地を大きく前に進めてきました。前進してきた徳島代表の城東高校、エンジとオレンジのジャージーです。こちらが伊達啓太監督、31歳、就任2年目、城東の OB です。まあ、とにかく部員が現在22人と、徳島県内トップの公立の進学校、公立の少数でやれるんだぞというところを見せたいと話をしています。マイボールのラインアウトはボールはキープできました。 22m ライン、新潟工業が守りに入ります。守りに回って、さあ今度は6番フランカー、抜け出せるかどうか、3年生伊藤優太サポートいる、10番キャプテン三木、さらに自ら行くか、スクラムハーフの遠藤、高校ジャパン候補、グラウンディングできるかどうかというところですが、なんとか粘るのは新潟工業、ここはグラウンディングできませんでした。なんとか守りました新潟工業、ただ城東が攻めています。はい、今ね持ち上げたままね、はい、
グラウンディングできなかったんですけど、インゴールまで行ったのでね、はい、上等ボールのスクラムになりました。そうですね、はい、5メートル下がってのスクラムということになります。でもやっぱりこのフランカーの伊藤君が前に出だすと、はい、上等のフォワードがこう上がってきましたね。スクラムハーフもそこでまあサイドについたんですけどね、3年生の伊藤優太は上等高校フランカーチームでトライゲッターでもあります。上等が追加点のチャンス、新潟工業はここは踏ん張れるかどうか。右サイドがね、はい、まあ、左です、ね、そうですね、左サイドにアタックライン敷いている。さあスクラムがスタンドオフ、キャプテンミキ、ここは対応するのは新潟工業、エンジと黒のジャージー、あージャッカル、ジャッ、あ決まってないか。さあそしてフルバック、2年生ただ押し戻した新潟工業、ボールはキープしています上等です。ここも前に出るタックル、とにかくブレイクダウンでのプレッシャーにディフェンスラインを作ってボールを下げさせて前で止めるようにしたいと話すのは新潟工業樋口監督。上等が攻めています。新潟工業陣内深く 22m ラインを越えています。スタンドオフの三木のキックはここはマークと叫びました、フェアキャッチ、フリーキックで試合再開ということになります。ちょっともったいなかったかもしれませんね。そうですね、はい、ただ攻めながらこう上等が下がってきたのでね、はい、それだけこう新潟のプレッシャーがやっぱありましたよね、いいディフェンスしてましたね。現在リードしているという状況。マイボールのラインアウトは上等です。10メーターライン過ぎたところ、新潟工業陣内入っています。ボールを動かしていく展開、ラグビーが自慢。手前のサイド順目での攻撃、ただ前で止めようとするのは新潟工業です。しっかりと守ります。いい展開してますね。そうですね、はい、3番薄田はチーム最重量110キロキーマンです。上等高校抜け出した、はい、7番3年生林、 22m ライン越えてきた。狭いサイドキックを使いましたけども立ち合い出ました。ノックオンがありましたか、はい、ノックオンが上等高校にあったようです。だから今日はね、フランカー陣伊藤君で林君、ここ林君ですけど、そうですね、このフランカー陣が前に出だすとちょっとテンポがいいラグビーができてますね、はい、そうですね、まあ、この城東高校は春の選抜大会で留学生を擁する重量フォワードの札幌山の手に勝ち、慶応高校にも勝って全国で2勝しています。まあ、ただ春以降は怪我人が多くて11月の予選会でようやく選手が揃ったと、まあ、春のような戦いがどこまでできるのかということは伊達監督の話をしていましたが、非常にいい戦いぶりを見せているのはエンジとオレンジのジャージ、徳島代表の城東高校。新潟工業はなんとか地域を挽回したい。タッチに出ました。少し地域を挽回します。新潟工業としてはここから攻撃に転じたいわけですけども、どういうところをポイントにすればいいでしょうかね。そうですね、やっぱりロックにね、はい、セリーに行きましたけど、はい、しっかりセリーに行って、はい、簡単に出させないかもしれない。ここはまっすぐ投げ入れることができませんでした。新潟工業ボールのスクラムということになります。やっぱり相手にね、今、はい、2枚こう前にいるんでね、なかなか前投げづらいそうですよね。新潟工業には5番のロック山田隼手はチーム1の長身191センチ、バイスキャプテンです。今一番前にね、稲村君ですか、ナンバー8ですね、はい、前張ってましたのでね、185センチ87キロ、バイ
まあ、この稲村2年生ですけれども、予選会の決勝では怪我で出られないキャプテン奥田に代わって2年生ながらキャプテン代行を務めたというキャプテン心ある選手、2年生が引っ張っていくという新潟工業。さあつながってハーフウェイラインを越えました。城東陣内入ってきた。前半の15分経過、高校ラグビーは30分ハーフです。前半の半分が経過しました。新潟工業が久しぶりの攻撃、敵陣に入っています。12番3年生の塚から7番の2年生高野、今度は稲村が入ってきた。キーマンでありトライゲッターナンバー8。そしてなんとか城東は前で止めようとします。城東高校としてはまず普段通りのディフェンスができるかということは伊達監督は話をしていました。いつも通りしっかり体張って前に出ましょうと。どうだ、それができれば試合後笑顔でいられますよと話したということですが、ここは城東がボールをキープしました。ただ22メーターライン攻め込まれているというのは城東です。エンジとオレンジのジャージ、新潟工業としてはボールを奪いたい。やばい、そうですね、今ね奪われてしまったのでね、ここで抑えたいところです、ね、そうですよね。ここでハイパントを使った。そしてキャッチする新潟工業、14番の2年生井村トライゲッター超えれましたね。あ、ここも上等か、ターンオーバー攻守が交代しました。そしてキックを使う。そして井村がキャッチして蹴り返すがチャージ、これチャンスですね。上等がキャッチした、早く展開すると。あ、ちょっとサポートに遅れてしまいました。城東高校です。今度は奥のサイド、狭いサイド使ってくる城東高校。新潟工業陣内10メーターラインを超えています。低いタックル、新潟工業です。そしてナンバー8が行く、2年生の橋本、今日トライしています。さらに振った11番1年生山本、城東のウィングは1年生倒れない、ゴールまであとわずか。さあどうだ、城東はなだれ込んでグランディングできるかどうか、できない。よくしのぎました、ね、よくしのぎました新潟工業。ただ城東は本当にらしさ全開ですね。そうですね、右に左にね、はい、1回ラグビーをね、自分たちラグビーをね、はい、する感じがしますね。そうですね、最後11番ウイングの山本一沙1年生、城東高校は両ウイングが1年生です。 いいステップですね、これね。そうですね、腰が強いですね、倒れません。そうですね、突破力が売りと伊達監督は話しています。さあゴールまで5メートルというところでのスクラムになります。城東高校追加点なるか、新潟工業は守れるか。自ら運んでいく伊藤優太、フランカー、そして振ったフォワードに預けて、トライ、城東高校追加点。花園常連校新潟工業に対して連続トライを決めました。いや、城東高校がここから最後、はい、10番スタンドオフキャプテンの三木、はい、12対0になります。いや、いいトライですね、いや本当にでも城東が試合運び冷静ですよね。小気味いいんですよね、このハーフなんでなんかボールを動かしてますよね、はい、なのでそれにしっかりフォワードがサポートして、はい、バックスまで振ってと、はい、こう展開ラグビーができてますね、スクラムハーフは高校ジャパン候補の遠藤、コンバージョンキックになります。
狙いを定めます。風はほとんどありません。今日は非常に穏やかな花園です。真ん中通してきました。さらに2点を取って14対0、城東がリードを広げています。城東高校2点を追加14対0。城東高校こちらキャプテンは三木3年生1、2年生が7人スタメンに名を連ねて多いんですけれども、3年生が引っ張ると、その3年生に引っ張られて城東高校がリードを広げています。前半の20分、14対0、14点を逆に追いかける形になりました新潟工業です。エンジと黒のジャージ、城東の良さがかなり見えていますけれども、新潟工業としてもまず1本取ってちょっと流れを、ね、止めたいというか変えたいですよね。そうですね、ここでも多分ボックスキック蹴ってくる、はい、ここのプレッシャーと、ただこのボールをマイボールにして、はい、継続していくことですよね、はい、さあここから当たっていく5番は3年生山田、バイスキャプテンです。新潟工業ハーフウェイラインです。そしてもう一度フォワードに預けて前進を図ろうというのがエンジと黒のジャージ新潟工業、前に出ていきます。さらに13番は3年生奥田です。キャプテン足の骨折で予選会の決勝戦は出られませんでしたが間に合いました、ぶつけ本番という奥田です。モールを組みました、はい、ハーフウェイライン付近です。新潟としてはフォワード手でこの形で、こう相手のスタミナを奪いたいと、はい、そういう攻撃ですよね、この得意のモールがどれぐらい通用するかと樋口監督は話をしていましたが、そのモールを使って新潟工業が敵陣に入っていきます。ハーフウェイラインを越えます。出しました、ボール出しました、動かしていって裏へ蹴ってきた、はい、走らせる、タッチ出ました、いい攻撃でしたね。そうですね、はい、あれモールだとやっぱり相手も寄ってくるんでね、そこでいい球出しをしたときに相手がやっぱり人数的に少し余ってくる、対応がね少しずつ遅れるんですよ、ね、はい、はい、そしてスペースを見つけてそこへボールを蹴り込んでタッチにボールが出ていきました。前進しました新潟工業、前半の22分経過しています。徳島代表エンジとオレンジのジャージ城東高校がリードしていますが、この城東マイボールのラインアウトですが新潟工業がボールを奪うと一気にトライのチャンスになります。あ、ここはマイボールにしましてキープしました。そして自陣深いところですけれども22メーターライン付近、これまたロングスキックですね。そうですね、ここはまだボールは出さないが、ここでチャージ、新潟工業がボールをキャッチしました。狙ってましたね、狙ってましたね、3年生フッカーの成田、さあマイボールにしました新潟工業、しっかりとトライへつなげていきたい。じわりじわりと前に出るワールドカップ日本代表プロップの稲垣啓太選手の母校、伝統のそのフォワードの強さを持っています新潟工業、かわす、ここはフルバック2年生の大久保誠、キーマンでありトライゲッター、ああいい当たり、さあ当たって新潟工業がここは攻撃の時間帯フェーズは7。そうです、新潟工業の場合はまずじっくりフォワードで、ね、前に出て、はい、どっかでこうバックス勝負したいところなんですよね、フォワードに自信を持ってますのでね。そうですね、はい、まあ、ここでフォワードでこうポイントを作って城東の選手も集まってきますかね、はい、でこう少しこうばらけた時にボールを作って、はい、また寄せるってね、はい、まあ、そういう攻撃を先ほどもしてましたので、ね、なるほど、そしていつどこでそのバックスにボールを動かしていくか、ここもモール作ってフォワード近場で攻めていきます。ここはもう本当に、まあ、フォワード同士の我慢比べみたいなもんなんでね、はい、はい、上等としてはいかに早く倒してすぐ立って、はい、次のディフェンスを準備するか、うん、
新潟工業自慢のフォワード、そして城東高校も60分体を張って動くディフェンスから流れを作る、そのディフェンスには自信を持っています。超えましたね。あ、超えたか。新潟工業ノックオン、ターンオーバー、攻守が切り替わる。城東がボールを持った。14番のウィング1年生の岡、タッチに出ましたが城東がボールを奪いました。よく奪いましたね。そうですね、はい、まあ、よく言えばね、最後ね、ウィングの選手がね、はい、まっすぐ蹴り込むとかね、そういうことをすると、はい、敵陣まで行けるんですけど、ここをしっかり止めましたよね。だからここでまた新潟ボールのラインアウトから始まるんで、はい、やっぱりラグビーっていかにこうスペースを取って敵陣でね勝負するかっていうところになりますので、なるほど。新潟工業としてはもう一度攻めるチャンス、はい、得ました。ですね、モールを作る。前半も残り5分切っている状況、まず新潟工業は得点を返したい。 22m ラインと 10m ラインの間です。敵陣に入っています。エンジと黒のジャージ新潟工業、ボールを出した。そして動かしてフルバック大久保から自ら行く。14番ウイング2年生の井村、22m ラインは超えてきています。新潟工業硬いディフェンスは上等、そのディフェンスこじ開けてトライまで結びつけることができるかどうか。新潟工業、ボール先頭だよ、バインドしないね。さあ新潟工業がここからどういう攻め、激しいぶつかり合い。16年連続44回目の出場、新潟工業花園常連校です。ないよ、使おう。上等はよくね、低いタックルでこうゲインラインを突破させない、こう止め続けてるディフェンスは素晴らしいのがありますね。そうですね、はい、でタックルでもすぐこう立ち上がってね、15人中14人が立ってるような状況を今作ってますので、なかなかこう扉が開かないですよね。そうですよね、硬い扉という感じ。上等のディフェンス、効率の少数でやれるんだぞというところ、意地を見せたいと伊達監督は話をしていますが、城東高校選手たちはモチベーションも非常に高いと。開会式ではベストマーチング賞も受賞しました城東高校、息の合った堂々とした行進も見せました。チームワークも売りという徳島の公立の進学校城東高校です。新潟工業はここまで劣勢ですが、さあモールを作った。はい、モールを作って 22m ライン、ただここはそのモールが潰れました。また、あ、大丈夫です。さあここはもう一度スクラムハーフ豊崎からボールを預けて、ポイントが正面に移っています。 22m ラインの外側です。13フェーズ、これで14次攻撃になります。これはディフェンスでもちろんきついんですけど、アタックも結構きつくなりますからね。そうですね、アドバンテージ、アドバンテージがあった、新潟工業アドバンテージ一気に攻められるが、そこでノットリリースボールですか。いや、今引き倒した。あ、引き倒した。コラプシングです。コラプシングですか。ボールを崩したという、意図的に崩してしまいました。新潟工業ボールのペナルティーキックということになります。これはまあ前半も残り少ないので、新潟工業は是が非でもトライにつなげたいですね。そうですね、こうど真ん中なんでね、ペナルティーゴールというショットの選択もあるんですけどね、はい、ボールで取り切ると、そうですね、いう選択に変えましたね。直接ゴールを狙うこともできましたが、タッチ切り出して、さあトライ取りに行きます。マイボールのラインアウトはしっかりとキープできました。モールで押す。新潟工業がさあ意地を見せて、前半終了間際点を返すことができるかどうか。ここで走らせるが、自ら行った、自ら行った。スクラムハーフ3年生の豊崎、いや行きましたね、トライで5点を返しました。今ちょっとおとりを使うような感じに見えましたけど、
3年生の豊崎スクラムハーフ決めました。新潟工業高校9番豊崎陸君のトライです。新潟工業高校が上等は完全に、まあ、そこに引っかかるような形になってしまいました。入ってくる選手にこうウィングも詰めちゃったので、スクラムハーフの豊崎君が空きましたよね。そうですね、はい、ナイスプレーです。新潟工業は前半終了間際トライ、そしてこのコンバージョン決められるかどうか。キャプテンの奥田怪我から復帰、この花園には間に合いました。難しい位置ではあります。どうだ、ナイスキック、コンバージョンゴール成功。素晴らしいですね、今のこれは大きいですね、このトライとゴールはね。これでワントレワンゴールで追いつきますからね。そうですね、はい、ここで前半終了の笛が鳴りました。新潟工業がワントライワンゴール、前半終了間際に返して14対7、城東高校のリードは7点で前半を終えています。さあその新潟工業のキックで後半の30分が始まりました。両チームに選手交代はありません。 22m ラインを越えて深く蹴ってきたのは新潟工業、まずエリアを取ります。城東としてはまず地域を挽回したいところ。14対7リードしているのはこちらエンジとオレンジのジャージ、ボールをキープして攻めている城東ですが、ここで笛が鳴りました。ハイタックル、はい、危険なタックルとなりました。特に今年ワールドカップ日本開催の時に、はい、ここのハイタックルをすごい結構厳しく取ってますので、あ、やっぱイエロー出ましたな。あ、新品出ましたか、はい。ここで一時的な退出ということになりました。まあ、そのワールドカップの流れもあって、日本でも少しこう特にハイタックルとか危険なプレーに対しては今厳しいジャッジを求められていますよね。まあ、そもそも危険を伴う競技ではありますんでね。そうなんですよね、選手を守るという意味で、はい、まあ肩から上首へのタックルという形になってしまいました。まあ、選手はね、決してそういうタックルをするつもりはないんですけどね。もちろんね、はい、ないんですけどね、ついつい危ない、抜かれそうだなと思った時に、はい、手を伸ばすとたまたまこう、上にかかったりとかね、してしまうんでね、はい。さあここからは新潟工業1人少ない状況。高校ラグビーでは7分の新品、一時的な退出ですので、1人少ない状況で戦わなければいけません新潟工業です。城東のペナルティーキック、タッチへ蹴って陣地を前に進めてきました。まあ、1人少ない状況で新潟工業は守りたいし、城東としてはそこで追加点を取れるかどうか。後半の立ち上がり、マイボールのラインアウト、ああ乱れました。サインミスですか。サインミスですか、合いませんでした。新潟工業がボールを奪いました。縦の突破を図る。15番は2年生大久保誠、フルバック新潟工業。新潟工業がハーフウェイラインを越えてきたところ、ボール奪ったか。城東がターンオーバー、ボールを奪いました。いや、このターンオーバー、ボールを奪うという局面が城東には今日のゲーム多く見られます。フルバックは2年生の加賀城東です。国体の代表でもあります。ハーフウェイライン付近、そうですね、外余ってます。外余っている。大きくボールを動かしてグラウンドを広く使う。ここにロックがいる。5番の3年生阿部、 22m ラインあたりよく残しましたね。残しましたね。超えてきた。城東高校 22m ラインを超えてきた。ボールを奪ってラックできてます。ピックアップラックができてます。先にここはラックができてるからピックアップしても、なるほどなるほど、はい、あの反則になりますね。ボールを、まあ、結局手で触ってしまったという形になるわけですね、はい、拾ってしまったということになります。新潟工業のペナルティーキック、放送席のプレハブの上の屋根の部分に当たりましたね。さ
さあ地域を挽回してきました新潟工業。後半の4分経過しています。リフターしっかり前に入らないように。城東対新潟工業の一戦は接戦、ワントライワンゴール差。徳島代表のエンジとオレンジのジャージ、城東高校がリードしています。新潟工業ラインアウトからのモール。そうですね、やっぱあのバックスも1人人数少ないんでね、まずここでしっかり時間を稼ぎたいっていうのもあります。なるほど、現在新民で1人一時的に退出しています。新潟工業その1人少ない状況で、さあ縦へ突破を図っていく。12番の3年生は細川です。スクラムハーフは豊崎、今日トライを決めています。今度は 10m ラインのあたり、城東陣内、新潟工業フォワードポイントを作って時間を作る。ボールが出てしまった。これは城東がボールを奪いました。こう下に落ちてるボール、足のかき合いでしたね。なるほど、はい、そしてキックを使う。ここはダイレクトでタッチライン出てしまいました。 22m ラインの外でダイレクトタッチは蹴った地点まで戻されます。狙いは良かったんですけどね、ちょっと狙いすぎました。そうですね、これですね。ここですね、足でのせめぎ合い。さあ蹴った地点まで戻されまして、新潟工業のマイボールのラインアウト。新潟工業はチャンスは続いています。城東がここは踏ん張りどころか。リードしているのは城東、追いかける新潟工業。エンジと黒のジャージ。後半6分経過しています。低いタックルに行きます城東。モールですか。モール、はい、空中にボールがある状態。さあこのモールで強みのフォワードで新潟工業が押していく。新潟工業の樋口監督、本当に少数で、あ、いい角度です。あ、ここで10番スタンドオフがいった。2年生の大月、まあ、素晴らしいチーム敬意を表して、その中でラグビーって勝負って花を持って勝つのがどれだけ難しいか、少しでもそういうところが見せられればなぁなんていうことは言っていました。意地を見せたいと話をしていたのは新潟工業の樋口監督。さあ今度は奥のサイドを使っていく。オープンサイドを使う。12番センターの3年生細川。後半の7分経過しています。7番は2年生高野。新潟工業左側の実線は 22m ラインです。ここも新潟工業が1人少ない状況ではありますが、ボールはキープしています。城東がこの時間は守りに回っているという時間帯です。取りましたね。あ、ボール奪った。ターンオーバー。そしてバックフリップのパス、地域を挽回する。狭いサイドからなんとか挽回していきたい。ハーフウェイライン付近リードしているのはこちら城東。うん、ボールを前に落としたか、はい、あ、そしてノックオンです。新潟工業ボールのスクラムになります。こうせっかく、ね、取ったボールが、ね、こういうミスで終わっちゃうと、はい、なかなか城東も前に出れなくなりますよね。先ほどのダイレクトタッチもそうですよね、はい、奪ったところまでは良かったんですけどもね、完全にそのピンチをしのぐという状況までは至っていないという城東ですので、追いかける新潟工業としては、まあ、そのチャンスが続いている状況でさらに敵陣深く入っていきたいですよね。そうなんです。だから今本当に今1人まだ少ないですよね、少ないけど新潟ペースで、そうなんですよね、少ないということを感じさせないような状況になっています。新潟工業が演じた黒のジャージ。さあここは突進していく。
そして手前側のサイド使ってモールですかね。あ、もう再三このモール、今ちょっと徹底してますね。そうですよね。左側のラインは22メーターライン、10メーターラインとの間、上等陣内入っています新潟工業です。しのぎましたね。あ、モールのアンプレアブルですか、はい、プレー継続困難ということで所有権が相手ボールに変わります。あ、そして新民で一時的に退場していた14番の新潟工業の選手、2年生井村がピッチに戻りました。こちらが新潟工業稲垣啓太選手の恩師でもあります樋口監督です。でも7分間ね、今14人でね、はい、戦いながら攻めてたのは新潟工業の方ですね。そうですよね、しのいだというよりもこう攻め続けましたね、はい。まあ、ここで一人帰ってきて新潟工業としては追い風になるわけですよね。はい、バイ上等としては我慢の時間帯、リードしているのは上等です。後半の10分、30分ハーフの高校ラグビー、後半の3分の1が経過しました。ここは縦へ、10番のキャプテンスタンドオフミキ、1年生からレギュラー花園を経験しています。ハーフウェイライン付近まで戻しています。上等、うん、ここはパスがつながらない、パスの受け手がいませんでした。さあ今度は新潟工業がボールをキープした状況になりました。ターンオーバー、攻守が切り替わりました。10メーターラインです。新潟これチャンスですね。そうですね、もうずっと今敵陣にいるんでね、この上等のミスに乗じて新潟工業は一気に攻め上がりたい。さあ今度は中盤フルバック、なんとか止める。2年生の大久保生を止めたのは上等。モール、モール、新潟工業 10m ライン付近でモールを形成。そのモールに対してもしっかり低くね、はい、前の入ってるんでね、ボールを動かした。さあそしてここからつながった、ボールが手につかない、ノックン、ノックンがありました。ボールを前に落としてはいけません。上等ボールのスクラムに変わります。いや両チームとも攻めるんですけれども、少しミスもあって惜しいというプレーが続きますね。今続いているのは新潟が攻めて、ね、はい、上等が守るという形が続いているんですけど、はい、上等のディフェンスが、ね、やっぱ1の2のやつ早いんですよね。あ、なるほど、はい、でなかなか前進を許さない、ブレークしてもすぐみんなが反応して、はい、あのこう反応の速さが、はい、今のところやっぱ上等のがそういうディフェンスの反応の速さがありますね。60分間体を張って動くディフェンスから流れを作るのが持ち味と上等高校伊達監督が話します。その通りのプレーができています。あとはこの上等が敵陣に入ることですよね、はい、ずっとこれやってるんでね。そうですね、後半に入っては自陣でのプレーが続いています。抜け出すか、12番の3年生山上キーマン、外へ振った、抜けたハーフライン越えてハンドオフ、サポートはどうだ、11番1年生山本、そして、ちょっとパスの出しどころがなかった。10番、ただ自ら行った、キャプテンのミキ、22メーターラインを越える。上等が攻める、破った、破った、破った、最後は3年生伊藤優花、伊藤優太のトライで大きな追加点となりました上等高校。ワンチャンスもしましたね、ようやく自陣からのアタックですからね。そうですね、上等高校6番粘り強くディフェンスをして上等高校が5点を追加、一気にその少ないチャンス、ワンチャンスを生かしてトライまで持っていきました、はい、もうねここもねアドバンテージも出てたんでね、はい、思い切って攻めましたよね。そうですね、はい、いいタイミングですね。まさにお見事という感じですね、はい、伊藤優太
激しいタックルが武器、そして伊達監督はステップも得意なので面白い走り見せてくれると思うと話していましたが、そのステップも刻んでのトライでした。そしてゴール正面、コンバージョンゴールは決まれば2点が追加となります。しっかりと決めてきました、2点追加。ゴール成功いたしまして、徳島代表の城東高校が21-7突き放しました。あとね、半分15分あるんでね、はい、次のポイントです。次のスコアがどっちに転ぶかで、はい、まだまだわからない。そうですね、14点差ですので2トライ2ゴールで新潟工業は追いつくという点差。まだ時間的にも十分に勝機チャンスはあります。後半の半分が経過するというところ、次のポイントどちらが取るか。城東がボールを動かす、キックを使う新潟工業。さあここはスペースを見つけて走っていく。2年生が9人いるという新潟工業、2年生が中心になってチームを引っ張ります。城東のいいところはこうタックル行った後も、はい、こうその後のセットが早いんですよね、寝てる選手が少ないんですよね、はい、ほぼほぼみんな立ってますもんね。なるほど、はい、まあ、とにかく城東の伊達監督は部員も22人少ないので基本に忠実なプレー、基本を徹底に的に教え込んだということは言っています。まあそのあたりもラグビーの基本ですよね。これまあ基本一番大事なところですよね、ただ一番しんどい難しいことでもありますよね、はい、こう当たり前のことをねずっとやり続けることができるか、はい、これなかなかもう指導者としてはね、はい、ずっと言い続けないとね、本当にみんな忘れちゃうんでね。今ディフェンスも徹底して今立って前に出てますからね。そうですよね、まあ、そういう当たり前のことがしっかりできて結果につながったのがワールドカップの日本代表ですよね。そうですね、そしてここは新潟工業、裏へ蹴る、はい、3番コラプシング、コラプシング意図的に崩してしまいました。上等に反則、新潟工業ペナルティキックです。そうですね、アドバンテージ出てたみたいですね。あ、なるほど、はい、アドバンテージが出ていましたのでそれを適用しました。さあ新潟工業としてはここでペナルティーキックを得ましたのでチャンス。タッチへ蹴り出しましたが少し距離が伸ばせなかったでしょうか。そうですね、まだ20メートルちょっとあるので、まあ、それでもまあモール組んでまずは崩しにかかるでしょうね。そうですね、はい、今の展開だと自分たちの強み、新潟工業のラインアウトからのモール出してもね、面白いんですけどね、まずモールで自分たちの形を作って22メーターラインを越えていく。トライを取りたいが、これはタッチラインの方向に動いていった。まだ出ていません。はい、状況は意図的にね、こうタッチライン方向にこう、そうですよね、ベクトルをね押し出すようにしました。はい、プレーはオンの状態続いています。これね、カウンターラックが結構うまいんですよね、はい、そしてここで前で止めます、上等です。上等のディフェンスに苦戦しているという新潟工業、ナイジュマー、ボールバッターダノバだ。上等がボールを奪いました。また奪い返したね、はい、ここはノックオンですか。はい、ま、今ね奪い返しましたね。なるほど、はい、手をかけて相手のノックオンを誘いましたね。上等のノックオンで新潟工業ボールのスクラムになります。後半の18分経過しています。上等対新潟工業の一戦、2トライ2ゴール差、14点差、新潟工業が追いかけます。樋口監督は少し険しい表情か。新潟工業、クラッチ、ファイ、
マイボールのスクラム、新潟工業です。ベンチと黒のジャージ、城東陣内の 10m ライン、敵陣入っている。さあ突っ込んでいく、今度はまたモールですか。そうですね、作らせないですね。そうですね、どうするか。またここでポイントを作って、新潟工業がボールをキープしているんですが、なかなかゲインできません。前に進むことができない。城東の60分間体を張るというディフェンスがここまでは機能しています。はい、1帰るよ。さあモール作った。7番帰ろう、2番も帰ろう。2番後半の間もなく20分、30分ハーフの高校ラグビー、残り10分となります。ここでファイルアップ、プレー継続困難ということになりました。ボールの所有権は城東に移ります。城東ボールのスクラムになります。ここも城東が踏ん張りましたね。はい、あのディフェンスしっかり、はい、いけてますね。やはりあのラグビーでディフェンスっていうのは本当に大事ですよね。最後はね、そこディフェンスやらないと勝てないですよね。はい、でやっぱ日本代表が勝ったのも最後はディフェンスなんですよね。あ、まあ、得点を取るトライっていうところがすごく目立つわけですけれども、やっぱりそのディフェンスがあってこその得点であり、はい、トライですよね。そうですね、今だともう今高校生も当たり前のようにやってるダブルタックルだったり、はい、またはジャッカルですよね、はいはい、今日もそういうシーンがねこう見られてますからね。そうですよね、まあ、ただそのディフェンスを当たり前のように60分間するっていうのがどれだけ大変なことかという、はい、本当に特にフォワードね、はい、クロップはしんどいですよね、スクラム組んで、そうですね、走って当たってモール組んでと、さあ城東がボールを動かす、うん、ここはハンドリングエラーがあったか、ノックオンアドバンテージ、さあ新潟工業がアドバンテージ出ているぞ。ここをねミスマッチ、外までね、はい、本当持っていければいいんですけどね。ここは近場でアドバンテージオーバーですね。アドバンテージが解消されました。ああちょっとパスがつながらない、はい、新潟工業11番2年生の古川、1年生ながら花園を経験しています。ハーフェイラインです。後半の21分22分になるところ、新潟工業さあ行く、低いタックル、なんとか止めたのは城東です。そして5番は山田颯、3年生191センチ、お父さんも花園出場しています。さあナンバー8の稲村からボールをつけて、スクラムハーフの豊崎は奥のサイド、ただ前で止める。そうですね、前まだ出続けてますからね。そうですね、はい、この後半22分非常に苦しい時間帯ですよね、両チームの選手にとっては。ノックオンですね。あ、ノックオンがありました。城東ボールスクラムになります。体力的にも非常に苦しい時間帯とは思いますが、しっかりと前に出るディフェンスを見せているのは城東。そして新潟工業は選手変わりました。6番の金子に代わって1年生の清水太陽が入りました。お客様に選手の入れ替えをお知らせいたします。新潟工業高校6番の金子連会に代わりまして21対7です。徳島代表の城東高校、エンジのオレンジのジャージ14点リード、2トライ2ゴール差、新潟工業がトライを決めるとまだまだ分かりません。クラウチボーイセット、城東のマイボールのスクラム、自陣です。 10m ラインとハーフラインの間、押しましたね、新潟工業が押しました。ただボールはキープして城東、ここはスイッチ、ノックオンアドバンテージですね。ノックオンアドバンテージ、はい、このハンドリングエラーというところは少し心配していた城東伊達監督。さあ新潟工業が攻めていく、攻守が切り替わりました。ノックオン、ノックオン、
両チームノックオンがありましたけれども、上等のノックオン適用されまして、新潟工業ボールのスクラムです。さあ後半は24分、残り6分切っています。新潟工業としては早めにトライを取って逆転の流れを作りたいですよね。そうなんですよね、はい、なのでこうバックスの今ライン組んでますけど、はい、まあ、ブラインディングも入ってますので、まあ、どこで、まあ、どう表裏を使うかですね、はい、奥のサイドに画面右選手を集めているという新潟。さあ8、9、ナンバー8からスクラムハーフ、そして内に戻した。うーん、ここでミスが出た、はい、スローフォワード。まあ今ね、前にパスしてはいけません、はい、8、9から、はい、まあ、飛ばした後に、飛ばされた選手が外を使うのかこうインサイド、はい、ブラインディングに返すのかって、そこで、まあ、インサイドを選択したんですけど、そのパスがもうスローフォワードになってましたからね。新潟工業にもミスがありました。上等ボールに変わりました。後半の25分経過、残り5分を切っています。なのでこうファーストフェーズからこうミスが起きると、またフォワードスクラムを組むわけじゃないですか。そうですね、フォワードからしたらもうこの勘弁してくれよバックスと頼むよって言って、頼むよと、はい、うちの大学でもこう今年はちょっと多々あったんですけどね、そこはこうやっぱ申し訳なく思うんですよね。なるほど、バックスとしてはですね、そうですね、これの方がまだいいんですよ、フォワードとして、あ、前に出てくれたと、はい、さあそして新潟工業がここから地域を回復していこうというところですが、上等がボールに絡んでいこうというところ。そうです、今いいディフェンスですね、これ上げてるんで、このままパイラックだと、はい、あ、出ますね。そうですね、ここはボールを出します、新潟工業。あ、ただ上等は本当に3人4人前に出ています。素晴らしいディフェンス、ここも2人がかり、前に出させないというのが上等ディフェンス。そして抜けた、抜けた、抜けて大久保誠が行く、 10m ラインを越えた、大きくゲインした。新潟工業はチャンス、ただ上等は戻っている。アドバンテージ出てますね、アドバンテージ出ています、はい、新潟工業にアドバンテージ。さあ大胆に攻めることができるが、キックを使った、ここでフェアキャッチ。そうですね、さっきのアドバンテージで戻ってのペナルティですね。そうですね、はい、上等に反則がありまして、新潟工業のペナルティキックになります。新潟工業はまず、はい、先にラックができてます。この攻撃でトライまで持っていきたいというところ。上等高校のハンドです。ハンドがありました、はい、さあタッチへ蹴り出して前に進めていきます。ジャッカルとかも、まあ、狙ってもいいんですけど、ラックができたらもう手は使えないんでね、はい、そこはやっぱレフリー厳しく取りますのでね。うん、新潟工業ボールのラインアウト、キャッチしてモールを作るか。さあラインアウトからのモール、その強みのモールで、ここですよね、これはもう、まあ、バックス寄ってきましたね。さあ押していけるか、そしてバックスも加わる、エンジと黒のジャージ、うん、ここは上等としてはもう反則しないことですね。なるほど、はい、またラインアウトになる、なるので。そうですね、だとにかく止め続ける、粘り強いディフェンスが求められるのは上等、そしてそのディフェンスをこじ開けてトライまで結びつけられるか。新潟工業ゴールまで5メートルちょっと、さあ近場で行く新潟工業です。新潟工業が伝統のフォワード、日本代表稲垣啓太選手の母校新潟工業、その伝統のフォワードでここはトライまで結びつけることができるかどうか。ポイントが内にずれていく、ナンバー8は稲村です、2年生。動いた、うー、フルバックの大久保、ここでノックオンですか、はい、あー惜しかったところです。
まあ、今こうアングルチェンジしたんですけど、そうですよね、そこまで良かったんですけど、つながればね、余った可能性がありましたよね。最後の最後でそのパスが通りませんでした、はい、そして新潟工業は17番の鈴木、22番の高橋が入りました。あと1分です。時間が少なくなってきました。30分ハーフ、残り1分切っている状況。新潟工業は苦しい展開になっています。矢部龍馬君に代わりまして、17番鈴木栄斗君、14番井村蓮君に代わりまして、攻めていたんですけれどもノックオンがありました。新潟工業上等ボールのスクラム、バイ上等は勝利まであとわずか。ここはしっかりとボールをキープして時間を使いたい。もうボールキープですね、ここはね。そうですね、はい、21対7上等がリードしています。2年連続の初戦突破まであとわずか。ロスタイムに突入しました。上等ボールをキープ。ここでタッチに逃れてプレーを切りました。ここでノーサイド。城東高校が新潟工業のフォワードに負けず見事21対7で勝利。見事2年連続初戦突破。部員22人の公立の進学校が花園常連校を見事撃破しました。